新高です。ピースピース。本日は春メイクを紹介していきたいと思います。うーわー。ちなみに2人ともちょっと髪色がめっちゃ変わりました。あ、髪色というか僕はもうバッサリ切っちゃいました。あのインスタのストーリー見てくれてるかもう分かってると思うんですけど、これちょっとノーセットやからあれやけど、セットしたらちゃんとめちゃくちゃかっこいい感じになるし、僕もまあちょっと髪色がね本当はグレーにしたんですけど、まあ、2日ぐらいで落ちました。はい、それでは早速メイクからしていきます。よーいやー下地くんから紹介してきちゃったりとか、したいと思います。なんか今、一流コスメを使うのにちょっとハマっていて。そう、高くなったんです。今ね、ちょっとイブ・サンローランの、何使ってまーす。だから緑。すっぴんで肌の赤みが気になるので、まあ、美容部員さんにそれを相談したところ、あんたは緑ですって言われて、緑買いました。僕はもう前と変わりません。ザ・セムミネラライジングクリーミーコンシーラーです。なんかめっちゃなまってるよ昨日は。コンシーラーです。あ、こんな感じで全部に塗ります。コンシーラーちゃうやん。ちょっとな、今これでかいニキビ、あ、ちょうど光でなんか消えてるからいいよ。なんかこっちニキビ最近ニキビできへんかってんけど、俺水とジャスミン茶しか飲まへんねんからな。まあ、お酒も飲むけど、けどジュースを久しぶりに飲んだらもう一瞬でニキビできて次の日。それプラスあれやで、なんたは寝不足。寝不足もあるな絶対。うん、タカは甘いもの食べ過ぎ。甘いもんはやばいと思う。タカチョコ好きやん。チョコって油も多いやん。油であかんねんな。油油、あ、まあ油やな。うん、うん、僕はファンデーションもちょっと変えました。このイブ・サンローランの、クッションファンデなんですけれども、アンクル・ド・ポール・クッション N20 かっこコレクター。意味がわからない。これでね、パッケージが可愛すぎて、これがなんか限定パッケージらしいんだけど、可愛いさブランドのファンデ欲しかったから買いました。8000円ぐらいしたわこれ。9000円ぐらい。まあでもカバー力は全然ちゃうわ。高いからいいんやろな。素材全部素質。あ、何それ。匂いがいい、やっぱり。でも正味匂いとかよ別に良くない。テンション上がんじゃん。めっちゃいい匂いすんねんけど。やろ。でも顔いい匂いにする必要ある。なくない。じゃあ自分の問題、自分の問題。気分の状態ってこと。なるほどね。あ、僕はコンシーラーした後にいつも通りのミシャンを塗りたいと思います。これ安いで、1000円ぐらいやんな。1000円も1000円かこれ。税込み990円とか。天王寺のキューズモールで買いました。このミシャあんま売ってへんのやな。そう、ドンキにあるかなと思ったけどないねんな。結構ガチ勢のどこしか置いてないねこれ。で、これツヤタイプしかなくって、まあ、でも YouTube では結構さ肌ツヤツヤでいいみたいな好評やから、てからせたくないとこだけパウダーしようかなと。パウダーはこれダイソー縛りメイクの時に買ったユアグラムのベージュのパウダー。これ550円やねんけど、イニスフリーのパウダーって600円ぐらいやんか。俺イニスのパウダーよりこのユアグラムのパウダーの方が好き。鼻ってさテカってる方がいいよな。あ、テカり方による。せやんな。なんか油ゲッシュみたいなテカり方やったらちょっとえってなるけど、汗かいてくるから、まあ今塗っとこう。エンニスフリーです。私はなんかめっちゃ肌綺麗これ塗ったら。パウダーってやばいよなマジで。なんでパウダー使ってなかったんやろって毎回思うねんけど。ギットギットなるもんなパウダー使って。マスクにつくのが俺嫌なんよ。なんかさリューチェルさんが言ってたんですけど、化粧持ちを良くするためにな、ヘアスプレーピシュッてやるらしいで。ヘアスプレー顔固めるってこと。え、そうそう。なんか春メイクやからシャドウベースでちょっと明るい色のせようかなと思って。あ、これ使ったら、これ、あ、これ使おう。え、ザハルじゃない。え、ザハルなんだ。秋かこれ。まあまあまあ使いしな。まあ秋っちゃ言えば秋やけど、春秋っちゃ言えば秋やけどって言い方よ。キスニューヨーク
ジュリーパレット、ルビー。これでいきます。僕はちょっとね、普段挑戦しないので、メイク。本日は挑戦していこうかなと。うん、うわ、結構オレンジやね。あ、ほんなら、ここのオレンジ色を、ポン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 って感じで。あ、結構つくね。そうそうそう。なんか、あれ見た、金魚って感じ。え、かわいい、金魚だ、ほんとに。の。たかはですね、はい。このディオールの、この色。ちょっとピンクっぽい、これ何色これ、オレンジも入ってる。あ、なんかピンクブラウン。ピンクブラウンです。これさ、めっちゃ可愛いんよ、色。てか一回何回かやってるか。とりあえずベース、え、大丈夫かな。まあまあまあ大丈夫、大丈夫って思ってたら大丈夫よ、自信持てば。一緒にそんなもん。最近あの目だけじゃなくてこの辺まで塗るようにしてる。まあ春やし。あ、でもやっぱ鮮やかなやつ乗せると顔が鮮やかになるね。鮮やかなやつ乗せると顔が鮮やかになるね。当たり前のこと言う。マジでそのままのこと言ってる。ほいだら、じゃあ今から普段使ってるディオールのブラウンを塗っていきたいと思います。これはサンククルールクチュール。もうちょっとさ、なんか分かりやすい名前にしてほしくない。なんか普通にピンクとかでよくねって思っちゃうけど。ディオール茶色系みたいな。うん、そうそうそう。あとさ、なんか何番とかつけるのやめてみたいな。そう、ディオール明るめの茶色系パレットみたいな。そんなんでいい。目の下もね、結構塗っちゃう。あ、いいかも、この上のオレンジ。俺初めてやけど、これあの UR グラムか UR グラムか分からへんけど、なんて読むんやろこれ。このさ、ゴールドこの前この真ん中だけ塗ってたけど、まあ春ということでブラシを使って全体にのせていきたいと思います。お、いいね。いつもみたいにちょっとブラウンで囲みましたからの、どうしていこうかな。とりあえずぼかす、オレンジとブラウンの間をぼかす。え、超グラデなんだが、見て。締め色にこの濃いブラウンを目の際にね、出していきます。てかさ、メイクしないとさ、マシな顔にならないってほんまに無理やねんけど。どういうこと？メイク、その俺らもザ・メイクしてる顔っていうみたいな、わかるやんか。うんうんうん。でもそれが、俺の中では結構屈辱で。なんで？何もせんでもイケメンに生まれたかった。あんたイケメンやん。なんかほんまに、じゃあなんかさ、この子が自分のことをこうやって言うのやめてほしいね、俺は。だってさ、俺はかっこいいと思ってさ、あなたを見てるんでさ、そんなん言われたら腹立ったもんね。え、自分の顔に合ったメイクねえ。あ、そうや、さっきこのキラキラ塗ってんけど、ちょっとオレンジっぽいこのキラキラを目頭にファッて塗んねん。あの女の子とかで、そうそうそう、そこキラつかせてとか。やからこれを塗ってんねんけど、まあ塗ってる意味はちょっとわかりません。まあシャドウが終わったんで、まあ、ベースのこれを目の真ん中にのせようかな。もうポンポンポンでいい。これだけやったらちょっと女の子っぽいから、目尻にこれのダークブラウンみたいな色を入れます。待って、ラメすぎてちょっとなんか困惑してる。なんか今日目真っ赤っかじゃない、画面で見たら。とかここにが深いからか。あ、ここまで塗ってくれやで、あの眉下。あ、ね、ほな僕はほなで初めてドリー、ちょっと待ってな、コージドリーウインクマイベストライナースモーキーグレー。長い名前、グレーでいいやん、スモーキーグレーでな。あ、しっかり手やり、手あの、あーすごーい。最近僕はグレーのアイライナーを使ってます。黒じゃなくて。ほら、黒塗ったらちょっとあのなんかってなるでしょ。メイクは自己満よ。なんか、え、なんか今日メイク変だよとか言われてもさ、さすがに変な時もあるよ。え、さすがにやばい時はやばいけど。あ、たか最近な、あのこの目の下にもキラキラつけるようにしてるわけさ。かわいいよ。はい、目完成。見える？ピンクベースにキラキラ塗って黒のあの目尻にひらみたいなやってます。はい、僕は最近二重幅が狭くなってきたので、てかもう見えへんやろカメラで見たら二重幅。二重
体幅のこの端っこにアイライナーを。チュチュってやってます。すげえ。いや、ガチ見えへんな。あ、こんな感じで二重線に延長ライン。ここな、ここな。ここやで、上。もうちょい伸ばしてもいいんじゃない、これぐらいがいい。うん。もうな、やりすぎたらちょっと一人練習したから。タカは最近眉毛を描いてなかったんですけど、あの薄いとこだけあの整えるケアみたいなやってます。僕はちょっと今ノーズシャドウ、これの真ん中でノーズシャドウを。シンに言ったっけ、このさ、ここにめっちゃ滅びてめっちゃ長い毛あるって。え、聞いたせ見せたってみんなに。びっくりしたもん。俺もびっくりしたよ最初な。俺な、眉毛さ、ずっと整えてんねんけどな、見とってな、この子の出てる眉毛見て、こんな長いね、やばくない？やばい。これがな、ずっと生き残ってんねんで、すごない？なんか縁起いいやん。縁起いいやろ、だからずっと残してんねん。何年分あるの？え、キモいと思わんとってな。キモいと思ったら高評価。あ、そうやな、キモいと思ったら高評価してください。で、リップリップですね、塗っていきたいと思います。リップですね。はい、前の毎日メイクでは何言ってるか分からへんねんけど、このグッチビューティーの何、あ、ネイル買いました、可愛いです、マグネットネイルです。グッチビューティーのリップですね。これなんかグロス成分入ってて結構ツヤツヤになる。結構な、グリグリ塗ってもいける。あれは男の子とかこれメンズおすすめ。これぐらいの、あの自然な色になるんで。で、ここにトム・フォードのフォードのリップ、もう超可愛い。多分俺ってさ、黒金好きなんやろな。黒金可愛いよな。なんか内側だけに塗ります。タカフォーウル、韓国のリップバームです。こんな感じで口の色は、オケミザはオケミです。カメラやったら濃く見えるか。まあ濃いなって思ったら、ティッシュでポンポンポンってすれば大丈夫なんで。だからなんならあのマスクしてたらマスクにつくんで、それでいい感じになります。タカくんは今髪の毛のセットに行ってまいりました。メイクが終わったのでね。春ということなので、アディクションザブラッシュニュアンサー、これちょっと紫でめちゃくちゃ綺麗やねんけど、オーロラ味のある色で、これをこの辺にこうのせたら結構立体的にオーロラ感が出るという。これほんまにいいよ、なんかエロいしな、これ女の子にもおすすめ。あ、わかる？オーロラ味のあるあのこのテカリ。え、つけすぎとかも。でもこんな感じで、あのちょっと今日は春メイクみたいな感じにしてみました。え、漏れてるかな、心配。はい、ということで春メイクが完成しました。いかがでしょうか。馴染む、意外に。こう近づいてみたらオレンジ、初めてやったけど俺。今日は赤メイクやからね、服も赤にしてみました。あとリヴァイ兵長ヘアです。あ、ほんなら俺アルミン。いやいや、なんで。せーの、バイバーイ。